とにおけるジャンプの種類の一つ。名称はスウェーデンのウルリヒサルコーに由来する。単にサルコーとも呼ばれる。後ろ向きに滑りながら左足インサイドエッジで踏み切るジャンプをサルコージャンプという。サルコージャンプは国際スケート連盟が認定する6種類のジャンプの中で2番目に難易度が低いとされており基礎点も2番目に低い。 左足バックのインサイドエッジで描く軌道によって体にかかってくる力は空中での回転の方向と同じ方向に回転しようとする力である。この時必然的に右足は軌道の内側にあることとなりこれをそのまま前に押し出す形で飛ぶジャンプということになる。体に空中での回転と同じ方向に回ろうとする力が かかっている時に右足を振り上げることでその力がより増幅されることとなり回転力を得やすいジャンプである。エッジが氷を離れるまで状態が1、2回転ほど先行し、エッジもリコーリ前に氷上で1、2回転ほど回転するのが特徴。1909年にスウェーデンのウルリヒサルコーが初めて飛んだのが始まりとされている。 この時は1回転サルコージャンプであった。1920年にはアメリカのテレサ・ウェルドが女子選手として初めて1回転サルコージャンプに成功した。1926年スウェーデンのギリス・グラフ・ストロームが男子選手として初めて2回転サルコージャンプに成功し、1937年にはイギリスのセシリア・カレッジが女子選手として 初めてに回転サル、高ジャンプに成功した。1955年に、アメリカのロナルド・ロバートソンが、男子選手として、初めて3回転サル、高ジャンプに成功。1962年には、カナダのペトラブルカが、女子選手として、初めて3回転サル、高ジャンプに成功した。1998年、アメリカのティモシー・ゲーブルが、男子選手として、 初めて4回転サル、高ジャンプに成功し、2002年には、当時14歳だった、日本の安藤美希が、女子選手として、初めて4回転サル、高ジャンプに成功した。日本人男子では2003年4、大陸選手権において、本田武タが初めて4回転サル、高ジャンプを成功した。2007年、アメリカのティファニー・バイスディレクトレント組が、 ペア競技では、初めて4回転、スローサルコージャンプを成功させた。ありがとうございます。